カルビン・ボレル。カルビン・ボレルは、アメリカ合衆国、中央部を拠点に起乗している騎手である。出生地は、アメリカ合衆国、ルイジアナ州セント・マーティン・パリッシュで、現在は、ケンタッキー州、ルイビル在住。兄のセシル・ボレルは、調教師。名は、カルビンと表記される場合もある。8歳頃に、ルイジアナ州で初めて馬に帰乗して、その際に将来騎手になることを決意し、 その後1982年に16歳で騎手デビューした。2006年、ブリーダーズカップジュベナイルをストリートセンスに起乗して制し、ブリーダーズカップ初勝利を挙げた。2007年、ケンタッキーダービーをストリートセンスに起乗して制し、アメリカクラシック三冠競争初勝利を挙げた。2009年、ケンタッキーオークスをレイチェル・アレクサンドラでケンタッキーダービーを マインザットバードで制し、史上7人目の同一年をオークスダービー制覇を達成した。また、レイチェル・アレクサンドラで、プリークネス・ステークスも制したが、同一年の2冠を異なる馬で制したのは、史上初となる、同年の中央競馬のワールドスーパージョッキーズシリーズに招待され、初来日した。2010年、ケンタッキーダービーを、 スーパーセイバーに帰場して2年連続でセース。2016年3月30日、エージェントを務めるエル・メランコンにより騎士を引退することが明らかになる。しかし、同年8月に現役復帰することになった。ボレルの不祥事は2度あり、1度目は2010年11月5日、BC マラソンにおける、ハビエル・カステリアーノのラフプレーに対し月光、レース後、ミナーズサークルで、 同期手に突っかかって監修の前で殴り合いとなった。この様子はアメリカ国内のテレビニュースのスポーツコーナーでも放送された。二度目は2011年8月にエリスパーク競馬場のレース終了後に飲食店に一旦立ち寄った後、滞在していたホテルに自動車で帰る途中に危険な運転をしていたのを警察に発見され、職務質問とアルコール検査を行ったところ、 許容レベル超のアルコールが検出され逮捕された。ボレルは直後に釈放され、レーズに復帰しているが、この件に対しての処分が行われたかは不明である。ありがとうございます。